世界ナンバーワンプレーヤードナウジーヌに超絶テクニックを見せていただくスーパープレークイズ。果たしてドナウジーヌは自宅の庭先でどんなスゴ技を見せてくれるのか。そんなロニー、今回はあるゲームに挑戦していただきますけども、そうなんです。そのゲームはもう見えてますけども、はい、こちらにご用意させていただきました。はい、ひし形に置かれた4つの的、これこそダイヤモンドフリーキック。まず1番の的までの距離は7メートル、的の大きさは90センチ。2番3番の的はともに距離11メートル、的の大きさは90センチである。しかし2番と3番は左右のクリスマスツリーがコースを遮るため、ボールを曲げピンポイントで蹴らなければ当てることはできない。さらに4番の的は距離 16.5メートル、これはペナルティーエリアラインからゴールまでと同じ距離。大きさも他の的より一回り小さい70センチ。4つの的を10球以内で全てゴールできればパーフェクト達成でダイヤモンドリング獲得となります。いや、できる自信はありますか？Bueno, a intentar, ¿no? A ver cómo sale. 努力はするって。とりあえず。やっぱ謙虚だな。どこが一番パッと見ですけど難しいなって思ってます？ ¿Cuánto piensa la más difícil parte? 何番が？No sé, el 2, yo creo que. 多分2が一番難しいって。やっぱ違うんだ。俺たちほらやっぱ素人が4だと思ってたじゃん。そうだよね。遠い方が難しいみたいな。練習しますか？Bueno, vamos, ¿no? ¿Sí? Sí, si hay un regalo, ¿por qué no? プレゼントがかかってるんだから練習しますって。がぜん本気モードになったドナウジーニョ。早速練習開始。おお。半端じゃない、強いな。おい。確かめるようにボールを蹴り続けるドナウジーニョ。果たして世界最高峰のプレイヤーはこのダイヤモンドフリーキックをどう感じたのか。考えてたよりも難しい。難しいんだって。世界ナンバーワンのテクニックでサッカー界の頂点に立つドナウジーニョ。4つの的にゴールすることができるのか。ドナウジーニョ VS ダイヤモンドフリーキック、果たして結果はいかに。10球以内で4つの的にゴールを目指すダイヤモンドフリーキック、いよいよドナウジーニョの挑戦がスタート。それではドナウジーニョさんお願いします。ロジナルランテよっ。スロースペルフェクト、アキスタプレゼンティコ。バイノ、オッケー、バイノバーも行きます。お願いします。1球目で、さすがは世界のドナウジーニョ。7メートル先の的は1球目でゴール。この勢いであっという間にパーフェクトを達成してしまうのか。次はじゃあ2番。どうす、2番いきます。2球目、いけロニー、いけ。おいおい、やっぱり難しいのかな。エディフィシレセグンド、し2番はちょっと難しい。いきます、3球目まさかまさかの2球連続ノーゴール。どうしたロナウジーニョ。はい、4球目軌道は近づいているものの、ボール1個分ずれてゴールならず。やっぱ言ってた通り2番難しいんだね。5球目ボールは右にそれてツリーを直撃。これで4球連続ノーゴール。するとロナウジーニョからある提案が。Hay que ser el mismo o puede cambiar? Sí, lo puedes cambiar, lo puedes cambiar. Sí? Claro.
ここでロナウジーニョ2番の的を一旦諦め狙う場所の変更を決断。どこ行きます？どんでもないです。3番行きます。行きます。3番。はい。狙いすまして放ったはずのボールは1番の的を直撃。これで5球連続ノーゴール。パーフェクトに黄色信号が灯り、ロナウジーニョも悔しい表情を見せる。あ、もう球がなくなってきたよ。いきます。これぞ神業スーパープレー。黄金の右足から放たれたボールはツリーと1番の的の間を抜けて3番を打ち抜き、吸い込まれるようにゴール。追い詰められたロナウジーニョ、ついに本領を発揮。そしてこのスーパープレーを見た二宮がこっそり持ってきた秘密道具で声援を送る。おい、ほら、何？はい、ほら、ナイス。何これ、これ結構日本人。この演出にロナウジーニョはスーパープレー炸裂で勢いに乗りたいロナウジーニョ。残るボールは3球。次はどの的を狙うのか。クワッド。ロニー4番いきます。4番。カビン。はい、いきます。スーパープレー再び。右足から放たれたボールは弧を描きながら的とツリーの間を抜けて 16.5 メートル離れている4番の的にゴール。乗り出した超一流アスリートはもう誰も止められない。二宮も大興奮。ノリノリのロナウジーニョ、この勢いでパーフェクトを目指す。すごい、すげえ。いよいよ残す的は一つ。しかしロナウジーニョの前に4球連続で失敗した2番の的が立ちはだかる。うん、どいてあげて。はい。超一流アスリート恐るべし。ロナウジーニョ4球かけてゴールできなかった2番の的をいとも簡単にゴールし、持ち球1球を残してパーフェクト達成。二宮も大感動のスーパープレーで見事ダイヤモンドを獲得。そんなロナウジーニョから最後に一言。当たりましたか？